より小さい心配です翔くん大丈夫。より大きい、もう昨日のよからずっと翔くん大丈夫かなって頭から離れない勉強してても、翔くん頭から離れないし本当に心配。大丈夫かな。日本テレビのニュース番組、ニュースゼロのキャスターを務めるジャニーズ事務所の人気グループ、嵐の櫻井翔、38が発熱を理由に27日の番組を欠席したことに対し、ネット上は不安を訴えるファンの声で溢れている。すみません。本日夕方頃に体温を測りまして、平熱より少し高かったんですよね。体調も全く変化がなく、高熱というわけではないですが、今は無理をするという選択より大事を取る選択が重要かなと思い、申し訳ないですが、本日このような形を選びました。番組の冒頭、自宅から電話出演した櫻井は欠席した理由について説明し、有働由美子アナウンサー、51は、私たちスタッフに感染を広げないという判断ですよね、と応じた。すでに市中感染が広まっている疑いが指摘されている新型コロナウイルス。万一の場合に備えた自身の体調管理に加え、番組スタッフへの感染リスクを避けたいという姿勢の櫻井にファンは、素晴らしい判断ますます好きになった、と痺れたようだ。新型コロナは家庭内感染を広げる可能性も指摘されているだけに、ファンをやきもきさせている噂の彼女も心配だ。